目が乾く。よいしょ。みんなからもらったあのギフトの数で、あの28に向けて筋トレしようと思ったんですけど、どうですか？筋トレ系アイドル。イエイ。でもちょっと配信ではできないですね、筋トレ。配信終わったら。オッケー、いいと思います。よいしょよいしょ、セット完了です。お待たせしました。まあゆうにおせよ、ゆうにしか見ない、ゆうにおせよ。すごい早いんです今日。明日も早いですね。明日も早いです。まあ、あ、今日ユアのブログの日なんで皆さん見てください。忍者星ありがとう。髪長いんですよ、ほら。めちゃめちゃに。めちゃめちゃに長い。なんか謝罪会見みたいになってる。謝罪会見みたいになってる。今日も可愛いね。白衣じゃないです。でもこれでメガネかけたら白衣だよね、ほぼ。え、ちょっとメガネしてみるわ。ちょっと今日白衣、あの塾長ようにやるんで。危ない危ない危ない。塾長ようにやんでいきますわ。どう？え、なんか待って、ん？気のせいか。塾長ゆあにゃんです。塾長ゆあにゃんです。ちょっと見にくい。すぐ外すので今スクショしてください。よいしょ。まあ忍者師ありがとう、待っててありがとう。いやいや、こんばんは。白衣じゃないですけど白衣に見えますよね。忍者師ありがとう。ピンクのクマちゃんのペンライトありがとう。まあまあ、まあまあ、風邪気味じゃない、あれなんですよ。寝転がってると鼻がすごい詰まるんですよ。で今寝てたので鼻が詰まって風邪っぽくなってます。全然元気です。神ありがとう。だるまありがとう。あ、だるまじゃない。忍者師ありがとう。ニャニャン独占。あとありがとう。音符ありがとう。バッチリだよ。今日も可愛い。ありがとう。うん。こんばんは。
忍者足ありがとう。まわ、今日も可愛いね。まわ、遅刻しようだった。こんばんは。こんばんは。ニャニャしか見えない。どかわいいですか。まわ、神ありがとう。神じゃないらしいね、これ。ネモースらしい。どうして今日はこの19時から始めたの。あのですね、もうすぐ制服の目なので、夜練習するのと、あのテスト、普通にテスト、じゃあ今日テストやばくてさ、マジ終わったと思って、開始10分で眠くなったし、で眠くなって一旦寝ようかなと思って机の上伏せてたんですけど、そしたらあの後ろにいた友達に開始10分で寝てて、なんじゃこいつって思ったって言われて寝てないし、寝転がっただけだし。なにゃー、忍者猫、忍者猫じゃない、なんだっけ、忍者星ありがとう、ネモスありがとう。そう、鼻声だよね。まあ徐々に治ると思います。忍者星ありがとう。え、間に合う。次はさ、3日マジで本気でやれば割れるの。え、筋トレやりたいんですけど、あの別に見せなくてもいいんだったらやります。ほら、ここの角度なら、いや、あ、いけるいける。ちょっとあの下パジャマなんで、服の下パジャマなんで、ちょっと見せれません。忍者シありがとう。お次はマッチョ岩にゃん。やばいよね、もうあさってだよ。忍者シありがとう。今日もかわいいね。筋トレのために配信。まあ別にいいですよ。こんにちは。筋トレ系アイドルいいね。筋肉6。6はさ、嫌じゃない、嫌ではない。まあまあ。忍者シありがとう。ハートありがとう。ピンクのペンライトクマちゃんありがとう。にゃにゃんすよん。神ありがとう。ゲットしてねーの間違えてしたねーになりましたが、まあ圧をかけてるって意味で。推ししか勝たん。あとありがとう。ネモースありがとう。そうしてねってごじった。服の雰囲気違う、よく気づきました。そうなんですよ、なんかユアが中学生の時はこういう系統ばっか着てましたね。韓国ストリートみたいな、ストリートではない、韓国なんだ。やっほー、初音もありがとう。まだまだテストですよ。神ありがとう。河村が服こんばんみ、出張東京新宿。うわ、え、何県出身ですか。ゲットしたねの暑そう、圧かけてる。え、ヤニャンの缶バッジ買ってくれた、ありがとう。やったね、ユアニャンセットになります。あ、ブログチェックします、ありがとうございます。ニャニャンせよ。確かにね、昼間って思ったけどレッスンがありますね。まあレッスンの前だと朝になりますけど、ニャニャンせよ。白い服かわいい、バブリーの服これ。声枯れてない、大丈夫、ありがとう。鼻声のだけですね。グッズ購入して、ホルダーと缶バッジ買いました。ネームプレートは欲しいけどランダムだから、ありがとう、買ってくれて。いや、あの個別グッズが優先です。個別グッズが優先です。まあ一番理想はチケホルにネームカードつけて、缶バッジもつけて、そのチケホルにユアのトレーカーを入れる。まあそんなコンプリートはできないと思いますが。メガネ可愛いですか。子供じゃないです、カテキョ JK。 メガネ似合ってる、ありがとう。ライブタオル、間違えた、ラブタオルありがとう。メガネそうずっとつけててもいいんですけど、あの視界が遮られるので。忍者足ありがとう。5番回スクショした。ありがとう。チケホル買おうか やめようか悩む。え、びっくりした、の名前があれだから書きれなかと思った。え、あれやん、青春は恥ずかしいやん。買おうかやめようか悩むやん。
買ってください、ぜひ。あのチケホルをトーク会の時とか握手会の時に持ってきてくれたら、あのまゆあちゃんがしてくださいって言ったら何でもしますので、まあ例えば萌え台詞を言うとか、あとはですね、なんだろう、何してほしい何でもします。そこ変だよね。ニャニャ聞いて、愛のホログラムの衣装を着てる写メある、メールに載せて、あ、そう、あのね、今日のブログにね4枚載せてるから見てください。メールにも載せようかな。あとツイッターの宣伝もしないと。忍者氏ありがとう、こんばんは。仕事終わりでユアニャン配信最高ですかありがとうございます。こんばんは。ワーク提出できました。え、てか昨日マジで寝てそのままで、朝マジあと学校行くまで45分しかないけど、で20ページぐらいあってマジダッシュでやりました間に合いました。まあ飛ばしたけどね、1個だから、バレたら終わり。キャノク可愛いでしょう、うん、なんかで着ようか迷ったんだよこの服。忍者氏ありがとう、一旦寝るのよ一旦寝ました。自由民権運動はまだですね、日本史は月曜日なので。赤点だけはダメ、いや数学やばい、多分10点だ終わった。忙しい時は無理したらあかんね、ありがとね、大丈夫。テスト中に寝るといやでもまあもう残すことはないんで、私。忍者氏ありがとう、まあテスト10分違いますよ。振り入れ、みんな何踊りたい、今振り入れするよ、手だけ、手の身振りで、ぜひあの28で使ってください。見に来る方は DMM でもいた、いた、今日も可愛いね、おんぱありがとう、まあまあ、パジャマならよかった、履いてた履いてますよ、いつでも履いてますよ私は、まあまあ、ハートありがとう。スマホのね、てかなんならこれをこうやって上にすれば全然、まあ岩は映んなくなるけど全然筋トレできるはず、できます。筋トレというか体験、体感だけど、ね、今体感してますまあそうですね、今1000なので10秒やろうかな星しか勝たん、ありがとう、まあ忍者氏ありがとう、もちろん購入しました、ありがとう。全部買った、いやの個人グッズ、チケホルゲットした、ナイスナイス。あ、28日は公演終わってからのお疲れ様会です、早く帰れればですか。いやでも、いや、うん、朝はできない、朝やるとしたら5時になっちゃう5時6時になっちゃうよ、朝やるとしたらまあ早朝配信でもいいけどね、行ってきます配信でも全然いいけど、どうしようかな。まだチケホルテもえ、トーク会の時、え、嘘、マジ。忍者氏ありがとう、自分でチケホル違うよ、忍者氏ありがとう、こんばんは。5時そのままだとテロップ関連、確かにまあ圧かけてるってことでお願いします。今日もかわいいね、制服の目初日の、あ、間違った、制服の目公演の初日完璧、そうですね、あとはまあみんなにリスを送れるかです。にゃにゃ、おすよ、こんばんは、今日もかわいいね。 JK は家庭教に教えられる側ですか発音もありがとう、普段メガネしてない、まあまあ初見さん
ね、ランダムきついよな。まあ、てんちゃん月ホル買ったから握手会でつけて、ありがとう、やったね。わ、いいね。前のさ、ロングトーク会でみんなつけてて、チキホルでいつもなんか私は誰々推しですみたいな見せてくれる方がいて、でいつかイヤもそこに乗りたいなと思ってたけど、チキホルもう出るので、イエーイ、推ししか勝たん。こんばんは、忍者師ありがとう、ほらありがとう。てか、そう、特典会の抽選会のチェキがマジで全部可愛いので、全部漏れてるので、ぜひ皆さんに B 賞を当ててあげたいんですけど、私はい、なので抽選会応募してください。そう、トレッポに書いとこ。マジでチェキの写真漏れてるのよ。どこにも出してない写真だから漏れてるんですよ。抽選会のチェキ。てか、いや、だいたいチキになるとさ漏れる。オッケー、コメントにしました。星しか勝たん、ありがとう。これなんだっけ、守りたいこの笑顔、ありがとう。まあ、やればできる子です。忍者師ありがとう。テスト勉強とレッスン大変そうなんですよ。まあでも、もうすぐ卒業なんで、はい。テストどうだったん？いや、大丈夫ないっすね。全然大丈夫ないっすね。マジで10点でありえる。マジありえる。みんなにテストの結果報告するわ、帰ってきたら。くまちゃんペンライトありがとう。ラブタオルありがとう。にゃんにゃん高校卒業できますよ。先生に会い卒業はできるって言われたから。留年じゃないよ。アンテナいいよ、アンテナ押し、あ、アンテナでいいの、逆に簡単よ、アンテナ。副業があるので仮眠します。配信テスト頑張ってね。ありがとね、副業ね。ペナントありがとう。言わんにゃん。2時間ブランクはやばい、せめて1分。神ありがとう。え、壁の色ついたのね、ここです。映ってないです、映ってないです。ジェラシーのアリバイ、ジェラシーのアリバイでいいの、逆に。ジェラシーのアリバイ、あなたしか見えない、僕の炎は何度消しても燃え上がる、愛しさ、デレレルデレレ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 レちゃ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 。かきれいな起きてたままの5時配信。え、 28？ こんばんは。ヤニはマジ遅起きなんですよ。圧かけるなんて、ヤニ圧かけちゃいました。チケホロにヤニのチェキ抽選挟みたいからか、抽選、え、マジでマジで当てるわ。でもわかんない、当たるかな。チェキって倍率高いよね、高くないかな。 B 賞だよね多分。こんばんは、初見さん。髪の毛ちょっと、あ、くく、そうですね、くくった方がいいですかね。ちょっと今日触覚ね、やってないからさ。どうですか、左掛け。
両耳かけ。ま、両耳かけしても右しか見せないんですけど左かけでもいい感じですか。まあ、マジで本当にそう、 B 社本当にマジ燃えてるから、みんな応募して、抽選会マジで燃えてるんすよ。でもね、これでもね、 B 賞が当たる確率って少ないよね。来週だよね、サイン手形か。え、そうそうなんですよ。まあ燃えてるなんてハードラ、いや全然上げていいぐらい燃えてるので、うん、ヤンヤンの権力で B 賞だしうわープレッシャーそれやってたい、マジやってた。でもどうしよう、当たんなかったら申し訳ない。マジ当たんなかったら申し訳ない。いやいやしか見えない。んじゃしありがとう。塾長遅刻したにゃん、大丈夫だよ。ラブタールありがとう、こんばんは。3学期のテスト、いやそれなんですよ、多分だけど赤点ないんですよ、わかんないけどね。でもいや1学期2学期で足りてるから、多分0点、全部0点取ったとしても卒業できるんですよ。俺は3点とか5点取って取ったことない、岩一桁みんなに白衣って言われるまあ白衣ってことで、じゃあはい、白衣コスプレでお願いします。じゃあ A やん卒業できるならね、そう卒業できればいいから。アジェラシーある場合はサビはあのなんかなんて言うんだろう、こうやるんですけど、これがこう斜めとかじゃなくてまっすぐなんですよ。あ嘘、うん、うん、まっすぐ、まっすぐなんですよ。でちょっとこっち向いてて、ジェラシーのアリバイ、なんかここはこうやってうねうねしてますジェラシーのアリバイで出します前に、いーちゃっちゃ、あジェラシーのアリバイで出したらちゃっちゃちゃって戻します、チャチャチャん、チャチャん、チャチャチャって戻します、ジェラシーのアリバイって感じ伝わってるであなた、1回目は指ささないんですよ、2回目に指さすんですけど、あなたしか見えな、なでここに持ってくるのがポイントです。私はあのそこを目標ってか、あの心がけているので、みんな見てみてください、公演で、公演じゃない DMM とか本番で、あなたしか見えない、じゃ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 で次ヘッドバンですね。これ歌いながらやるから本当に大変なの。ガンガンと大変、まあジェラシーでゆあちゃんの髪、あ、すごいことになりますよなりますよ、ちなみに、ちなみにですけどなりますよ。白衣でジェラシー謎すぎる、ハートありがとう。そうなの、反省会あるの、じゃあワンチャンできないかもね、こうあのショールーム、まあできなかったら29でお願いします。おねりぴありがとう。まあまあ、ゆあちゃんのパフォーマンス楽しみだわ、頑張ってね、ありがとうね、頑張ります。こんばんは。抽選会運の悪いのか両耳がけしか勝たんですか まあまあ、70分の20、結構低いですね確率が。忍者氏ありがとう。今日の服だとゆあちゃん18歳見える、マジ18です、もうすぐ18です。
サイン会の写真はちょっと漏れてないんですけど、いやでもあのメッセージと絵で補うのでお願いします漏れてはないんですけど、本当にメッセージと絵で頑張るのでメッセージと絵で頑張るのでお願いします。皆さん、そうチェキは結構種類あります。被ることはないはずです。多分逆に被った方が運いいと思います去年もチェキはよく当たってるから大丈夫。本当に売れいぴよ。ゆでさんチェキ当ててくれたんですか。はたりがとう、こんばんは。にゃんハロー、こんばんは。にゃんハローこんばんは。俺はもうちょっといいよ。じゃん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 。あなたしか、あなたしか見えない。ヘドバンのコツ、なんか背中から振るイメージで、ユアのここユアのやってるあれは。ま、生で見れるから嬉しい。そうね、当たったもんね。ねえねえ教えて、チキホルゲットしたね。はチキホルゲットし、あそうそうなんですけど、あの圧をかけてます。したよねってしたよねって圧にゃんでいきますから。まあ、え追加してくれたのありがとう。抽選会イエーイ嬉しいです、ありがとうございます。ラブラブ、さすがパンダさん。まあ、ミヤちゃんのポニーテールがお気に入りですか。ポニーテール、ポニーテールできるかな。ポニーテールすると余計博士じゃない。そんなことない、見えないっすね見えないっすね。ちょっと諦めあ、諦めです、すみません。あ、マスターセ、またセーターナーさん、白ジャケット可愛いですか。まあジャケットではないんですけど、はい、ちょっと飲み物を取ってきます。無人配信よろしくお願いします。これでいいや、これでいいとか言って、ごめんすぐ戻ってきた。じゃん、栄養ドリンク、栄養ドリンクがありました部屋に。栄養ドリンクはねこれしか飲めないわ、マジ。ドデカミンとか飲めない、オルナミン C も飲めない。栄養ドリンクってか美容ドリンクなんですけどね、これ高いんですよ今日も元気です。そう誕生日まであと5日なの。スクショのバリエーション増やそうかな。増やしてくれるの、スクショ連打ありがとう。私も仕事でジャケットセットアップに準備しないと。あそうなの。え、でもさ、セットアップっていいよね。え、そんなお願いできるの、チェキ会余ったらくださいなんていや、ぜひ欲しいんですけど、まあでも応募できますしね、私でも。神ありがとう。にゃにゃこんばんは。
でも可愛いね。ハートありがとう。あつにゃんです。グッズの衣装はそう衣装さんに選んでもらったの。なんかみんな結構水色とか緑とかだったんですけど、なんか私ピンクでした。このポニテールですか、うん、ドクター川村はあの皆さんがどれくらいユアのことを好きなか研究してます。あのもうメモってるから、うん、そう今日は営業マンです。こちらのこちらのプランでよろしかったですか。よろしいですよね。圧かけていきますんで私は。まあまあスライディングすぐ戻ってきたけどすぐそこにあります。チオビタドリンクって何、飲んだことない。チョコラ BB 似てますよね。違うんですよ。ザコラーゲン、ザコラーゲンです。ザコラーゲン。おばあちゃん家行って何欲しいって言われてこれ欲しいって言いました。前はちまちましか飲めなかったけどもう全部飲めます。栄養ドリンク大事。そう飲めるものあるの。栄養ドリンク、まあ栄養っていうか美容ドリンクですね。まあそう元気100倍。うん、女の子はジャケット着てるの好きですか。まあ、そうですね、ジャケットに入るのかこれは。アイコンは何なの、何なのって聞かれ説明が難しかった。まあね、ガンダムに見えんもんで、ただの謎の猫。これで大丈夫、こないも。え、そうなの、って機械余ったのメンバー同士で交換。え、ってかもらえるの余ったやつ。うえー、まあ、初見さん、うわでもダメだ。ななみさんの欲しかったけど、ななみさんもう31にいなくなっちゃう。事務所来ないかな2月に。うわ、ななみさんのチェキ欲しい。まあ、お嬢様感強いですか。発音もありがとう。仕事が長引いてまだ見れないよ。大丈夫大丈夫。グッズの衣装姫様で本当に私失敗しないので。保険のお姉さんでしょ。キャムかいね。ザコラーおじさん、あれやん、あのなんだっけ、あのドラえもんの雷さん、雷さんです。そういえばさ、あののび太ってさ、映画でなんかさ、ドラえもんの映画っていろいろ出てくるやん、新キャラが。でなんかのび太が拾った子とか作ったなんか恐竜とか、そういうのに名前つけるときめちゃめちゃ適当ってかめちゃめちゃ簡易的につけるんですよ。なんか前見た映画はめっちゃ昔のやつなんですけど、なんか犬を拾って腹ペコだったんですよ、その犬が。だからお前は腹ペコだったからペコだって言ってて、であのドラゴンのキャラにドラってつけてて、でなんだっけな、あとなんか本当に簡易的なんですよ、のび太くん。のび太くん簡易的なんですよ。28がっつりがっつりと見ますか。ありがとうね。岩だけ見ててください。岩だけ見るお約束。まあまあ油断して出遅れました。ブルブルいいやん、全然。美容ドリンク、岩にゃんがこれ以上きれい。魔法のドリンクです。ああ、神ありがとう。ねえ、やば、落ちる落ちる。神ありがとう。
そういえばなんかさ、 SKE のファンの人って同じ名前多くない？めっちゃ思って、なんかトーク会で同じ人、同じ名前が結構いて、やばい覚えれんと思って。おつまみありがとう、にじゃしありがとう、神ありがとう。なやさんの壁掛け写真お願いしてもらえばもらえ、いやなんかズーズーしくないですかね。柔道着ガンダムやめてください。柔道着ガンダムコスプレですかこれ。初音もありがとう、今日もかわいいね。こんばんは初見さん。ちょっと体幹トレーニングやるわ。よいしょ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20、あーもうきつい、22、23、24、25、26、27、28、29、30、30でもきついです。ほら見て顔真っ赤顔真っ赤。ハンドボール時代に一生体幹やらされてて、ハンドボールって体幹が大事なんですよ。だから一生やらされてた。みんな困惑してて無理。いやマジでやらないなとやばいなって1ヶ月前から思ってたんですけど、ちょっとやりそびれちゃったので今やってます。やば、なんかこっちやるとはぎるからやだ。プランク、そうプランクです。ドラえもんの映画泣ける系になる、え、うん、ドラえもんはマジ完全泣く。てかいや、なんなら前ね妖怪ウォッチで泣いた。妖怪ウォッチで泣いたんですよ。あの妖怪ウォッチの花坂じい、あ、違う、ひもじい、ひもじい、ひもじいいるじゃないですか妖怪ウォッチに。あの人の昔の過去のストーリーがめっちゃ悲しいんですよ。ジホルゲットしてね、ひょっとして。そうだよ正解。でも圧をかけてます。あ、ピーコいた、ピーコいた。なんかマジで簡易的なんですよ。ハートありがとう。そうそうそう、それな。ほらありがとう。まあは初見さん、伸び伸びたもん、伸び伸びたもん。あれだよね、ニャニャしか見えない。ハートありがとう、初見さんありがとう。てんちゃん今日何の授業がいいですか皆さん。まあ日本史残ってるんですけど、あ、はい、あの私レポート終わりました、レポート終わりました。マジレポートだけは昨日の寝落ちする前にやったんですよ。でも今日のテストの勉強は朝起きてやりました。数学とかマジでの、あのワークすら開いてなくて、で微分積分で、あ終わったと思って、だから本当に終わってる、マジ終わった、あ終わった、うん、まあいいけど、どうせ卒業できるし。ピンクのくまちゃんありがとうね。伸び伸びてもね、それの仕事片づ、うんうんうん、めっちゃ美人超かわいい、え嬉しい、美人ですか。 What's up 美人バージョン、うちらかわいい、ありがとう。ね、そっかニックネームだもんね、本名かわかんないもんね。ハートありがとう、こんにちは、ありがちな、え、そう、あのあの、あなた様、あなた様の名前も結構いるんですよ。よそ見せたら怒りますよ。トレーニング目指します、トレーニングアイドル。トレーニング見えないようにしてる、下パジャマだもん。スクショしないで。寝てません、ちゃんとやってます。まあプランクしかやんないですよ、プランクが一番好きです。体幹だと、そうダンスも体幹大事なんです。これは栄養ドリンクのゴミです、ほら3本入り。
ダンスも体感本当にね大事なんですよ。あの回った後とかすごいよろつくから言うわ。発音もありがとう。まだまだ体感足りないんですよ。まあ30分くらい足りない分からん、寝てるかもしれんや今ところでガンダムシードフリーダム見にいた。え、映画、なんかガンダム映画やるんだっけ。今日もかわいいね。筋トレあの パジャマなんでまあ着替えればいいんですけど。今日もかわいいね。にゃにゃおしゃん、まあ発音もありがとう。睡眠学習そう、え、マジで微分積分無理。今でも分からんもん。なんか積分が3分の1の方は分かるんだけど微分がよく分かんない。マジ、あとなんかリミテッドみたいな、アンリーミテッド。あんこつぶあん派、いや絶対こしあん、絶対にこしあんがいい。マジさ、毛先痛みすぎて色が全然違うの。あ、そんなことないか。でもほら毛先のが茶色いんですよ、わかるかな。ちょっといや今男の子になってみていい。ちょっと帽子で、帽子はどこいたっけ。あれ帽子どこいたっけ。もうすぐ物なくすか。あったあった、すぐ物なくすんだから。クラミちゃんね、だよ。よし、こう割れそうね、うんうんうん、どうやったら男の子になれるかな。まあ、とりあえず髪の毛を上にして、上にしまして、あ、やば、あ、髪長すぎてできないかもしれない。男の子って触覚ないか男の子って触覚ないか。もうこの時点で無理じゃね。真ん中ちょっと前髪をバラバラにして、あ、全然なんだこれなんだこれ。前髪を隠せばいいって。やばい、ブスすぎる。ちょっと無理、諦めです。じゃあ、前この後ろの髪をこうやって前に持ってきて、髪が長いからできないのかな。前までできたんですよ、前までできたんですけど、あ、ダメですねこれ。ダメでした。はい、ロシアの人やめてくださいロシアの人やめてください。もうラッパーで行くので、私こうしたら男の子に見える。髪が長いのでできませんでした。前できたんですけどできなかったです。
それな、朝言えた。いやマジであの勉強朝方向いてないんですよ。そう、今日ブログの日、ありがとう。レポート終了お疲れ様、ありがとうね。そうなんですよ、微分積分いい気分。何それ、何それ、何それ、解剖ですか。あ、ちょっと待って、今の気持ち俳句にするわ。今日いろんなキャラになりますから。はい、行きます。テストはね、暗記ゲーだよこんにゃろう。畜生って意味です。私は暗記ゲーが苦手なので、はい、間違えた、季語入れるの忘れた。季語入れるの忘れたわ。川柳です。可愛い、ありがとう。にゃにゃん美人系かな、綺麗だよね。本当に、いや美人ってあんま言われないでしょ。ピッピッピジあビビ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 、知ってる知ってる、なつきさんね、筋トレ配信してたらしい。上白衣に下パジャマのどれ嫌です。本当にするとしたら、あのパジャマ買いますよ。なるま、ありがとう。寝聞き声マジ寝てる配信ならいくらでもつなげてると思う。こんばんは。今日はちょっと今何時ですか。初雨ありがとう。パジャマなんでってリモートワーク、上だけちゃんと着そうだよ。これリモートだから、リモート、そうリモートです、オンラインなので。流れ星ありがとう。にゃにゃすよん。日本史は諦めた。まあ月曜日なんですけど、テストは X の N 乗微分したら N×X のN-1 乗、高校数学ならこれ。マジで、でももうテスト終わっちゃったんだよね。終わったので、私の微分積分ライフも終わりです。はい。特技スライディング、毎日何か探し、ほんとそれな。じゃあ物が多いんですよ本当に。まあまあ、あと使ったものを元に戻せないっていうね。リミットわからないと微分すること、え、そうなの。だから今日無理だった。無理でした。やにゃすよ、ありがとう。初見さん、微分積分は恋の傾向と対策に。そうなんですか。そうなんですか。まあほら、ありがとう。え、ココミンがゆあにゃんにココイチ連れてってもらうまで、かわいいんだけど。かわいいんですけど、嬉しい。早く行こうね、ココミン、ココミンミン、ココミンミン。まあ断層になったけど無理でした。インドネシアからこんにちは、こんにちは。 I'm from 愛知。ちょんまげすればワンちゃん。今日髪切ってきたから私も男性になりました。元から男性ですよね。女子すぎました。どういうこと、寒い。え、青木りかさんっぽい。え、断層、嘘でしょ。青木りかさんになれるなんて嬉しすぎる。な、漫画の主人公、確かに。帽子かぶったユアちゃんになりました。ユアニャン感抜けないですかね。あ、ちょっと待って、みんな、やっほー。よいしょ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 。
あとはどんなキャラになってほしいですか？今なら演技ますよ。ターバンじゃない。髪の毛はもうそろ切りますよ。あのメイクさん、ヘアメイクさんにもめっちゃ伸びたねって、15センチぐらい伸びたって言われたけど、5ヶ月で15センチ絶対違う。こんばんは、チャツさんもありがとう。自衛隊自衛隊ですか。自衛、なんかでも岩の友達ね、が友達っていうか、まあ、学校の席隣の人なんですけど、その人が自衛隊、じゃあ消防士になるらしいです。すごいよね消防士とか。いや絶対に無理。じゃーん、ゆわにゃん、やにゃんやにゃんです。でもいや、カチューシャマジ似合わないんだよね。泣きたい、ゆわにゃん。まあニャニャしか見ない。何チェックイットアウトって、チェキラチェキチェキチェキラやんボイシュなのにはマジ大遅刻して油断して全然大丈夫だよ。ドスコイボイシュテスト勉強、いや毎回毎回徹夜でしたね。あの4時までやって、で6時に起きるっていうサイクルでした。でももうできなくなりました。セブンイレブンいい気分ピンクのペンライトありがとう。さやちゃんキャラですいつかゆあちゃんの、そうなね、期待込めないでください。俳句めちゃくちゃ出遅れて全然やんこんにゃろマジくさギャル川柳って何冬来たる断層試みるも、え、めっちゃ字余りしてるよ女子のまま、おーいいですね。んじゃしありがとう。お風呂茶に書いてた確かに確かにね、浮きますねこれは。あ、ダムダム、これ猫というよりなんか角だよね。もうちょっと横がいいんですけど。にゃにゃ、明日は19時54分ありがとう。もう1時間もしてるの？全然そんな気分じゃない。流れ星ありがとう。寝る配信いわ、ナウじゃなくていわになってる。ハートありがとう。こんばんは、ひやちゃんこんばんは。間に合いました、ありがとう。来てくれて、美人より可愛いですか？諦めたらそこでうん、そう、微分積分終わったんですよ。わからないまま終わりました。ゆあにゃんこんばんは。え、ゆあちゃんおしめにしてくれるの？うれしい、してくださいぜひ。そしてあのモバメ登録か特典会応募するかグッズ買うかこの3択です。 あと28初日メンバーなんで、私あの DMM で見てください。そう、ゆあにゃん人生数学使わないので、平均旋回率、うわー、なんか分かるような分からないような。まあでも解の個数の求め方は分かるよ。微積はそう使わないよね。文系、そうそうなんです、私文系なので、まあ理系の方が得意なんですけど。女の子って物多いよね、あとは整理整頓で。そうだね、だから整理整頓のなんか、何今あるじゃん、可愛い棚みたいな、あれを買おうか迷ってる。あの透明のね、あの透明のタンスみたいな、机に置くタンスみたいな、あれをね買おうか迷ってる。初見さんこんばんは、ありがとう。初見さん、だるまありがとう。今日もかわいいねー、またありがとう。明日お仕事頑張ってね。いやもうレッスン頑張る、一緒に。えいえい、おー、じゃんじゃんじゃ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 、いろいろとあったけれど同じ道歩いている、横顔嬉しくなる。
友達の何人かが違う道歩き出して不安になってたんだ。かわいい、ありがとう。流れ星ありがとう。あきりかさんいじられキャラなの？そうは見えない。なんやなんや。スクショタイム。なんでいなくなった時にスクショタイム。天から降ってきました。めっちゃ冷たい人。え、逆にそれをやっちゃって大丈夫ですか？冷たい人ですね。わかりました。冷たい人。あ、じゃあこうやってやってきて持ってるじゃないですか。でいるとして首にチュッってやる。冷たい人です。こんばんは。あ、これキンキンに冷えてるから。キンキンに冷えてやがる。美容師。終わりました、今日の髪の毛どうされますか？あ、お任せで。ありがとうございます。わかりました、かしこまりました。では櫛で研いでいきますね。最近調子どうですか？あ、何ですか？ごめんなさい、今ドライヤーしてるので聞こえないんですけど。うんうん、そうですね。でドライヤーを話してる時に喋る美容師です。ハキレナアンダーの話してた。出演に合わせ出演に合わせてたの。ハキレナ。ハキレナさん、まあアンダーの話はしないので私は。にゃちゃん可愛いですか？にゃんにゃん。そうだよ、にゃんにゃんだよ。まあ、でも結構先輩にも猫っぽいって言われる。猫好きそうな顔してるって。猫好きです、猫好きです。いろんなニャちゃん見れて大満足ですか？ニャンニャンニャン可愛いですか？忍者足ありがとう。ほらありがとう。こんばんは、初見さん。戻ってきたら耳生えず。そうです、耳生えちゃってます。でも可愛いね。でもなんかここがね長いんですよ。なんかおでこ、いやこっからここなのに、ここな、謎のここ。いやいや、あすやん、楽しすぎて配信早いね。それな。まあまあ、上の耳と横の耳、もちろん上の耳が本物ですよ。まあまあ、ハートありがとう。リンボスターありがとう。ハートありがとう。いやなあつです。こんばんは。ほらありがとう。しかし川村塾は塾長がいろいろやってくれるだろう。本当に。本当に。制服のもとりあえずまだ当たらない。いやでも初日の12時に当たるかもしれない。にゃんにゃんにゃん。判別式マスターです私。アパリラクロクスター。マスター。透明のタンス、わからん。なんか今流行ってるんですよ、透明のタンス。タンス引き出し買って満足してる。確かに確かに図星ですねそれは。にゃんにゃん整理する前に自然消滅。うん、確かに。皆さんよく分かってらっしゃる。微分積分って歌詞に出てくる。あ、確かに出てくるわ。サインコサインタンジェントも。ハートありがとう。劇場版の握手会やツーショット写真会なの。本当？会えるね。やったねー。え、マジで本当に楽しみ。ツーショット会は初めてだし、握手会もか。握手会も初めてです。
俺は明日も仕事で応援してください。頑張ってね。ゆあにゃんパワーで。ゆあにゃんビーム。ゆあにゃんビーム。にゃん。仲間っていいね。いつも温かい。じゃんじゃんじゃん、へい、ジュジャジャチャチェチェ、ジュジャジャチャチェチェ。仲間の歌最高、わかる。歌詞いいよね。こんばんは、初見さん。あた、ありがとう。いよいよ前日か、そりゃ追い込み。そうなんです。追い込み。前頭詞大変でしたね。着替えが、着替えが大変でしたね。もっとパリピ。ズコなになに、乃木坂5期岡本ひなさんに似てます。本当本当に、ちょっと調べてみます。ちょっとスクショしよう、調べるために急な会議。そこだけ知ってる。どうしてない。看護師、あ、わかりました。ちょっと待ってくださいね。今から採血します。腕縛ってもいいですか。ありがとうございます。腕縛るものが、あ、これ採血止めるやつです。ちょっと腕縛りますね。きつくないですか。ありがとうございます。アルコール大丈夫ですか。ありがとうございます。ではちょっとチクッとします。今日は2本取っていきます。お疲れ様でした。完璧。いや、看護師になれるわ。看護行ってきます。まあまあ、初見さん一人コントしてるよね、一生。ちょっとシャンプーでもドライヤーでもしながら今日見よう。あ、本当にね、違う、なんだっけ、んじゃし、ありがとう。神ありがとう。え、神いっぱいありがとう。え、うさ耳が消えたんですよ。おでこ狭いの。ちょっと今日眉毛描いてないからおでこ見せないんですけど。こがみのものまでいいよ。それな。え、マジそれな。え、わかる。マジでココミンって時差あるし、なんか笑い方がははなんですよ。で、急に声がでかくなります。ココミンは急に声がでかい、時差が、お、あ、時差があって声がでかいからびっくりする。バラありがとう。てんちゃん前世猫。河村塾生です。まあ、トレードは最後に当たると信じても、え、絶対当たる。わかんないけど絶対当たる。オタクの DD 判定、まあ大体 DD ですよね。テスト終わったから、いや、今日は金曜日だからです。私は曜日の中で金曜日が一番好きです。チーム S。 まあでも踊れるので、踊れますよ、私練習してるので。神手のセンター寄りからガン見してる。ありがとうね。絶対見つけます、任せて。制服のメイヤーニャン生誕、いや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 、だって生誕だったらもう出てるくない情報。その中、ん、その部屋って全体的に白なの。白い家具、うん、そうだね、白ですね。でドアが茶色で、カーテンがピンクで、タンスがオレンジで、勉強机が黄色です。統一感ないです。何も考えずに買ったので、家具を、はい、何も考えずに買ったので、いろいろですね。神ありがとう。流れちゃう、なんだっけ、忍者星ありがとう、ハートありがとう。ちょっとこれだけじゃ足りないので、
違う飲み物持ってきます。ライブ、よいしょ。なんでしょう。飲み物なんでしょう。こんばんは。レインボー、ちょ、間違えた。忍者星ありがとう。仲間の歌のメガホンで紙コップ。まあ確かに。紙コップをハートにすれば多分バレんで。にゃにゃあせやん。意外大変とか書き、いやそうなんですよ。柿レナのね意見にあの全然反省じゃねえ、賛成したんですよ。欠陥星ですね。いつも言われますっていつも言われる。欠陥星って言われるの、星なの、すごい。や、痛い。髪の毛入った。細いね。え、血管やも出ない、マジで出ない。ナース配信、みやちゃん誕生日病院行くの無駄した。忘れないで、リアルでしょ。にゃにゃがにゃにゃん看護師、ご飯作って、そうご飯作ってるからどんどん行ってる。すみませんね。いやもう髪の毛綺麗ですね。ごとごと、あ、料理です、すみません、あのお肉を叩いてる音です。こんばんは。それな、今日コントの日です。だるまありがとう。8列目だから、後ろから3番目だから少し遠いけど、もっと後ろの人もいるから贅沢はいけん。そうね、てか当たっただけでね、合格じゃない、当たっただけで、はい、もう特別なので。まあでも後ろまで全然見えてるから大丈夫。あ、大丈夫言ってる。うちはそれな、ゆあちゃんの感じ。仲間が歌、仲間の歌か愛の数は大きなコンサートの最後にね、ね、そう、ゆあもそのイメージだと思ってて、制服の上でやるって知らなくて、あるんだと思って。ピノキオも、おまわ、あ、先生来たや。ちなみに正解は白ぶどうでもなく、ラベルレスの水でもなく、ヤクルトでーす。飲み物をさ、このちっちゃいのじゃ足りないから持ってきたのに、こっちもちっちゃいっていうね。てか今なんじ、マジヤクルトって美味しいよね。いやは最後まで取らない派。それな、うちもって言ってる。ほら、ありがとう。あるかな、生誕祭。制服の目、そうね、トレードマジ、そうトレードマジで誰かは当たってほしい。今日も可愛いね、こんばんは。うん、それな、めっちゃカラフルだよね。はじめまして、主権さん。素暖色系ですね。だから水色がない。うん、今8時15分、今じゃないか、コメント時差あるもんね。そうですね、じゃあ45分までで8時。ね、痛い、何、
統一感がない部屋、それが塾長の部屋。そうスクショスクショじゃないでしょ。まあ、まあ、あ、リンゴジュースはもう飲んじゃった。てかよくみんな分かってるね、ラベルレスの水かラップルかってさすがです。まあオレンジジュースじゃないですね。オレンジジュースは昨日飲みました。流れ星ありがとう。月間星は嘘ここが多分星なんだよ。今日も可愛いね。誕生日はダンス配信したいところなんですけど、夜でき、いやできます。夜あのでもワンチャンだけど2回に分けてダンス配信と誕生日配信をやるかもしれない。まあ誕生日配信って何って感じですけど、あバレた、とんかつですとんかつじゃないけどね、イワンチはささみのカツです。いやささみが好きなのでお肉で一番。外れたかそっか、ほらありがとう。大丈夫、大事広がってんのヤクルトなんも何もばかりのダンジョンみたいな感も抜ければ感動。いやちゃん神押しですヤクルト戦ってすごいの、意外なやつ。ありがとう。20時16分ね。じゃあ45までやろうかな。リッチなん違う、これもらうんですよあの箱ごと、箱じゃない、あのラベルごともらうんですよ。え、びっくりした、待って待って、賞味期限今日まで、ほら焦った。いや賞味期限切れの乳酸菌とか飲めないからこんばんは。お高くないってもらってるだけ。マジヤクルトの歌最後まで取らないで共感する、マジ共感者いたんだけど嬉しい。そうなんですよ。え、マジココイチ1個でも、でもあのいやの誕生日までは待ってください。あ違う、え、でもさ、だって2月3もさオンラインやん。ちょっと太りたくないな。いやでも、あーどうしよう、でも誕生日も太りたくないんですよ誕生日も太りたくないから、まあ行くとしたら2月3の終わりか、あ嘘嘘、あ2月3か、え、いや2月3だよね、特典会。いつ行こう。売り切れてるのこれそう明日休みじゃないの、疲れてます、疲れてはいるけど初日当たったから先端触っても、いやーうわーどうだろうねそれ。でも1月と2月違うから、お風呂入ってくるので一旦失礼しました、バイバーイ、またね。激しくフリフリ激しくフリフリ、バイバーイ。私も髪が目に入って痛い思いしてたけど4センチぐらい、マジちょっと4センチも切ったらちょっとあれですね。うわそうじゃん、鬼滅始まるやん。やにゃんすよ、受験さんありがとう。誕生日2回配信するかも。猫耳かじゅうかわいすぎて、あれ本当猫です、にゃんにゃん。まあまあ誕生日配信、そう、どうしようか迷ってる今そうなのよ、生誕祭の条件は満たしてるんだけど、でも何も聞いてないからどうなんだろう。そうささみが好きなんです、ヘルシーささみ、高級なんだ。センって誕生配信と生誕配信の2部構成いやでも逆にでも同時にできないなと思ってね。じゃあまだまくバレてるまくってるぞ、バレてるこんばんは、鎖かけ、うん、嬉しい。みんなイヤの生写真でケーキとともに投稿してね X に。
賞味期限は平気、消費期限は分かりますわ、知ってますよ。これはちなみに分かんない、どっちか。ロットって何、ロットって。でも多分お腹痛くなる気がする。いや、いつもヤクルト1000飲むとお腹痛くなる。なら飲むなよって話なんですか。ヤクルト1000でお腹壊して吸引になったら伝説すぎでしょそれ。3日じゃなくて3、そう3って言うよ、3日とか言う。あと7月のこと7月って言う。まあとカウントダウン、なんか部活でカウントダウンしてた時に岩だけ7だった、みんな7なのに。ここは2人ともが学校卒業して、確かに。いや大丈夫、2月中には行きます。え、マジ鬼滅じゃんね、見たい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 。やんやん、今日もかわいい。まあ、髪切るなら2センチぐ、ここかな、切るなら多分。ちょっと待って、ここまであるかな、ここらへん。2頭、あ、2月頭か。オンラインイベあるから次の生制服の目が読めない。あー確かに、いつも読んでるの。ま、いやは知ってるけど。まあ、みんなで同じケーキ、じゃあケーキにこうやってかぶりつく配信、みんなで。こんばんは。あの12期の X のスリーショットうまく、え、そうなんですよ。お二人とも写真撮っていいですかって言って真ん中入った。ダンサー師の誕生日、え、逆に誕生日の日以外でもいいの。なんかさ、じゃあ前に誕生日にやるって言っちゃったから誕生日にやろうと思ってたけど、2部できるかなって感じなんです今。まあまあ、ほれそうね、わかるよ。名古屋アイドルルチアーズユアピョン推しです、同盟。え、そうなの。じゃあ SKE のユアニャンも推してください。ユアニャンです、ユアニャンです。ココイチ豚しゃぶ、いや入れたことないんだけど、うまいねココイチ。あとは運営さんのみぞ知るというところです。いや、わかんない。でもさ、ユアに行ってこない？わかんないけど。ユアちゃんトッピングメモも。ぜひ、ユアイチカレーと名付けてください。なになになに、ロットナンバーって。なになになに、ロットナンバー。お通しですかそれ。お腹痛くそう。おいしいじゃん、おいしいじゃん、コチュジャン。あ、ロットってこの話ね、何の話かと思ったわ、これか。あ、そういうこと。じゃあ賞味期限か消費期限か分かんないじゃん。あ、賞味期限でした書いてあった、賞味期限らしいです、なのでまだ飲めます。こんばんは。31日はあんずさんの出るみかん公園に入るので夜は9時ぐらい、うん、多分やるとしても9時かな。だってさ、18になっても22時以降できないんだよ、高校卒業しないと。悲しい。まあまあ、まあでももうすぐできるけどね。うわ、K2 公園いいな、いやもう入りたい。見る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 、うわ懐かしい。狼とプライドのユアニャンが31までに届くと、え、それな、届くのかな。こんばんは。そうそうそう、ラーメン祭りもね行かないといけないので、20日は20日って言うよ多分。
20日30日 5% オフ。仕事だよし間違い防止。あ、そうなんだ。鬼滅の推しは私はあの富岡義勇さんでーす。え、イグロおばなにが好きなの。わ、いいね。いや、イグロが、いや、わかる。なんかね、ユアの友達はあのサネミが好きって言ってた。サネミ推しってなかなかいなくない。アカウントダウン7なの。じゃあみんながおかしいのか。じゃあみんなシチーって言うの。10、9、8、シチーって言うの。おかしくない。え、わかる。くるみさんとどっちが長いかわかんないんですよね。どっこいどっこいだと思うんですよ。神ありがとう。初見さん、花束ありがとう。ハートありがとう。だるまありがとう。ま、いや、知ってるけど満足する。だるまありがとう。確かにね、中学生がいるから。何、だるまありがた。生誕祭になるのかな。どうなんだろう。まあ、次の、いたたたたたた、次の出れるか分かんないしね。ねえ、なんでさっきから目痛いの。なんかね、ここのまぶたの裏に髪の毛入ってる気がする。誰もありがとう。本当に？いや、宮丸さん誕生日に配信はしたくないんですよ、私。なんか、邪魔っていうか、邪魔をしたくないので。まあ、時間が被らなきゃいいんですけど。みやちゃん、明日お仕事だからお風呂で、お風呂で寝る？お風呂入ってかな。バイバイ。え、そう、セーラー服やりたいんですけど、中学の制服ならいいかな。ありがとうね、自分の都合いい日でも。いやー、頼めない。みんなちょっとメールでマネージャーさんに言っといて、イヤちゃんの生誕祭あるんですかって。ごめんごめん、もうイヤがね、ロット何って聞いたから。ココイチのカラーも口派です。はい、書き入れな来ました、書き入れな。忍者配信ありがとう。配信前徘徊来ました。何、固定コメント笑われたんだけど。ね、本当に痛い目。治った。え、そうなの。メンバーも公式発表で知ること。え、そうなの。じゃあちょっと期待しよう。生殺与奪の剣は他人に握らせるな。うろこ崎さん推しはね、ちょっと見ないですね。知ってるよ、はね、鬼滅最後まで見てるよ。まあでもそれでも義勇さんね。また白衣って言われてる。白衣じゃなーい。白衣じゃなーい。え、知ってる。ミレイさんのお母さん、ヨシオって言ってたんでしょ。ジュドギじゃなーい。カウントダウンでシチュー。おかしいよね。早くコメ読んで。書きれな。書きれな、諦めちゃった。ビギナーじゃない、書きれない、書きれない。それな。え、待って、ビギナーじゃないの、書きれない。え、変わってんだけど。誰かにあげたな。ギフト。そう、ゆあにゃん時間差あるからごめんね。暴走機感謝。なんでなんで。なんで。学生服ダメ。あ、そっか、中学地元バレるか。確かに。焦った。あ、ランドセル配信あり。ランドセルあるよ。中学の服全然着れる。ハートありがとう。いや、かわいいよ。ありがとう、がきれいな。がきれいな。白衣はかわいい。白衣限定ですか。白衣限定ですか、私。いやにゃん、おすやん。
昨日からずれたんだ、右な。それな。それなー。レナです。レナです、これ。お風呂からとても早っ。ココアに投げてたの？岩に投げろよ。キラキラココアにあげたらビギナーでしょ。ランドセルあるよ。くそー。岩にも投げろよ。使ってたのはまずいか。やめまーす。岩にくれるの？絶対これやん。今投げたやつ。絶対今のやん。ありがとう。まあ、イヤーもかきれなに投げたいと思います。 LINE でなんか配信やるからコメント来てねとか言ってたわ。みんなにキラキラあげる？本当？ありがとう。イヤーもレナにあげたいと思います。長風呂できないのか。いや、長風呂になっちゃう。入るまでも長いけど。イヤーにはランドセルね、ピンクと赤が混ざったやつ、あの一般的なランドセルですね。今覚えま、白が良かった。あ、白は汚れるか。黒が良かった。フリフリ爆裂、うん、今何時？かきれな10連打するらしいよ。忍者足ありがとう。コメントでもうるさいですよ。かきれなかまってちゃんです。かまえちゃんです。投げた100キロ見てて見てなかったわ。ヤクルト飲んでたわ。ごめんね、ごめんね。ありがとう。イワも投げます。かきれな、まあ、いや星499あるから貯めてる。かきれな、かきれなタワー10連期待してます。だってランドセル黒か赤しかない。あ、本当に？今あるいっぱいあるもんね。なんならあのなんかマリークワントからも出てるし。ねえ見てて。ごめんにゃ。ごめんにゃ。投げてた。投げてくれた。うん、ヤクルトまだ飲んでる。流れ星ありがとう。かきれなかまってちゃんなのワイのことはかまってくれ。怒ってるよ、かきれな。手紙のこと聞いてる？君に、あ、むせた。聞いた、出さない。ハートありがとう。何、星投げてくれたの？ありがとう。でも、あの子はレッスン中にいつもいるんで、ある意味感心しちゃう。え、サラのこと？ちなみに、岩もいまーす。多分、いや、サラの次に、あ、違う、サラの次にココハで、ココハの次にユアが多い気がする。多分ね。だって前とか1週間全部行ってたよ、ユア。レッスン場に。ハートありがとう。ありがとう、初見さん、神とだるま。ハートありがとう。カメラ熟成のこと構ってね、もちろん。構わせてください。だるまありがとう。こんばんは。青いペンじゃなくて黒いペンで書きました。青ペンがなかったからです。なんか歌詞みたいになってる。え、そうなんですよ。本当ですよ。ちなみに、まあまあ、そうだよ。いわはあのみんなに苦労は見せないので。あ、関西弁の子、関西弁の子は自主練来てる。なんかさ、普通に兵庫だから来れないよね。でも家でめっちゃやってるよ、かきれなは。んじゃおし、ありがとう。でも、ゆあが行くときは大体先輩いない。寒いよね。ゆねさん、よく見る、よく見る。神、ありがとう。裏で泣く派です。まあでも、ユアはね、家でもできちゃうし。まあ、レッスン中行かなくてもできるんですけど。
そうだよ、黒を見せないユアニャンプロです。あ、そうなの、兵庫県出身なの。そうなんだ。そうなの、かきれな4月から名古屋住むの。新幹線長野戻ってる。でもそうだよね、新幹線っていいよね。手紙のペンの色はレインボーでお願いします。さっきも自主練してたら LINE の通知。そうなんですよ、グループ LINE だからね。そう、ゆねさん学校遠いのになんかいつもいてマジですごいと思う。あ、レッスン場いつだっけな、あれ。でもなんかレッスン終わりは結構自主練いるよね。ねえ、ゆねさん本当にすごい。そうだよね、そうなんだよ、地方の子はね。研究生いつもいてすごいって見ます、マジで。でもいやね、結構青木理香さん見る、岩が行く時。え、ブログ出た、ありがとう。そう、ブログ出たんです。虹色。え、3色で書いてくれたの。絶対大変だったよね。いや、さら、ああ見えて真面目ない、ああ見えてじゃないですよ、真面目ですから。私は小中高と頑張ってきたので、これからも頑張りを続けます。にゃにゃん頑張ってるの伝わる、ありがとうね。そうなんですよ、頑張ってます。頑張ってます。まあ、あの制服の目の頑張りのことはまた終わったら言いますね。レインボー面倒。それな。売れないから境まで、境まで。あ、そうね、劇場がね。手紙は多い、いや全然いいよ、冗談冗談、レインボーとか冗談冗談。あなたもありがとう。今何時ですか。まあまあ、ゆねさん通ってると思いますよ。元レインボーペン、ゆずる黒ペン。そう、ゆねさんにギャル認定され、させていただきました。ゆねちゃんの配信楽しいから好き。嬉しい、ありがとう。かきれん名古屋の女になるらしいです。こんばんは。真面目なギャルという心理ジャンル。いやいやいや、ギャルは皆さん真面目だと思いますよ。ブログの写真、あ、そうなんです、ブログ新衣装なんで、皆さんギャルやけどね、真面目。あの子はあのショールームを事務所でやりたい人なので、レッスン終わりにいつもやってます。だからなんか家でやりたくないらしくて、配信を家でやりたくないらしくて、事務所でやりたいらしいです。マジ一時期すごかったよ、なんかすごいみんなに「ねえ、ショールーム15分だけやってかん」とか言って。で、いやはすぐ帰りたいから、いや帰るよとか言って。まあ付き合ってた時もありますけど。2時、ありがとう。40分もちろん公演後語ります。いや、青木理香さん仲良くなりたいんですよ、私は。ありがとうみんな、時間ね、本当にアイドルって尊敬ですよ。にゃんにゃんギャルじゃないです、見なきゃ。うん、ブログ見てね。え、モニミしな、モニミマジで。そう、いや、わかんない、なんでかは知らないんだけど、なんだっけな、普通に家でショールームもやりたくないらしい。帰るよね。まあでもね、兵庫だから帰るの面倒いのはわかる。という割に、え、違う、そうなの、あの子は配信回数が多いから。そうなの、リカさんのモブメ撮りたいんですけど。でも最近はね、結構家、結構帰ってます、あの子。マジで一時期すごかったよ、本当に。
一生なんかショールームやらんってみんなに誘ってマジおもろい。モニカンですね。ちょっとココミンがモニミって言ってるから書きれなすやつはね、さすが関西人と思いますよマジで。そうよ受講まで。あー先端外れたのか宮村さん、すごいね。当日ギリギリまで粘ってそう。ココミンが命名しましたモニミね。時間だね。そうココミン語ですモニミ。なんかノーネームさん来たけどこれは誰に偽ノーネームですかこれは。壇上読みが壇上を壇上を拍手になってた。読み壇上13位の方がワンちゃんの着ぐるみ着てる方で、12位の方が柔道着ガンダムの方で、11位の方が猫ちゃんのパフェの方猫ちゃんのパフェの方かゆいこの猫耳。10位の方がミスター。10位の方がユアが描いたアシュラ像の方。9位の方がね、猫ちゃん、白い猫ちゃん、白猫ちゃん。8位の方がユアの初期ガンダムの方。7位の方がユアが描いたパンダの方。え、ありがとうね抽選会応募してくれて追加で、ありがとう。ラブ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 。6位の方があれ、ユアが描いたガオのクマちゃんもついてる可愛い、てか可愛くない、ユアが描いたクマちゃんそれ5位の方があれ、ユアになってるいや、ユアドアップになってますねこれ。え、マジで漏れてない。ちなみに、ちなみに漏れてないっす、まったく。4位の方がユアが描いた歌舞伎の方。3位の方がユアが描いた青い袋の方。2位の方がプーさんの被り物つけてる方。1位の方がガンさんのアバターの方です。ありがとう、ありがとうね、長時間見てくれて。柔道ギガンの水それな、配信ありがとう。読み男女くしゃみつきやだ読み男女くしゃみ可愛くないですあらかわいい、読みなんじゃん。ありがとね、バイバーイ、お疲れ、明日頑張、ありがとね。今来ましたが終わるそうなんですよ、終わるんですよ。まあでもね28会えるからね。リアのうちは待ってるよバナナさん、いやのうちは待ってるよ。闇ダンジョン闇ダンジョン、勉強も頑張ります。ピンクユアニャン可愛くないですバイバイ。デザインできた本当、じゃああとは内輪に移すだけだね多分。センターさんあったら応募してくれる、ありがとうね、バイバーイ、お疲れ様でした。こんばんは、バイバイ、お疲れ様でした、来てくれてありがとう。ちょっとでもおやすみ、いやいや、お水曜主権さんありがとう。でももう終わっちゃうんだ、白衣コスプレ白衣コスプレでした最後にメガネかけとこう、最初でもかけたんですけどメガネ白衣。白衣です、仕事できる女って感じ、それなどういたしましてじゃあねバイバーイ。女医さん確かにこの配信で12分やった、ほんとまあ絶対3000人はいかないんですけど
イバーイ。長い目標として。じゃあねー、切りまーす。